北米のボードゲーム群、ボードゲームとは、専用のボード上で駒を置いたり、動かしたり、取り除いたりして遊ぶゲームの総称。盤上ゲーム、盤上遊戯とも呼ばれる。また、ボドゲと略されることもある。一般的なゲームの分類では、いわゆるアナログゲームのうち、特定のボードの上で駒を使ってプレイするゲームを指す。なお、ボードゲーム以外のアナログゲームとしては、カードゲーム、 タイルゲーム、ダイスゲーム、立体ゲームなどがある。店で陳列される場合は、いわゆるアナログゲーム全般を、ボードゲームとされることが多い。ボードゲームは、ゲームの特徴や、歴史的な変遷に基づいて、一般的に次の5つに分類される。競争ゲームサイコロなどを使って、盤上の駒を動かしていき、どちらが先にゴールに到達できるかを競う。スゴロク、バックギャモンなど。 捕獲ゲーム盤上で駒を動かして、相手の駒を捕獲していき、相手の駒の全滅させたり、特定の駒を追い詰めたりすることを競う。チェッカー、チェス、シャンチー、将棋など、方位ゲーム盤上の相手の駒を取り囲むことで、捕獲したり勢力を広げたりすることを競う。以後、オセロなど、配列ゲーム盤上に駒を特定の形で並べる、ことを競う。レンジナインメンズ、 モリスなど、マンから種まきと呼ばれる方法で盤上の穴から穴へと駒を動かしていき、最終的に取った駒の数などを競う、終わり、寸化など。5分類に基づく歴史的な変遷は盤上ゲームの系統と変遷で確認することができる。もっとも5種類のゲームが完全に春別されているわけではない。例えば、狐とガチョウでは狐側は捕獲を目指すが、 課長側は、包囲を目指すといった具合に、複数の要素が融合したゲームも存在している。また、サイコロを使用するがゴールではなく資産のやり取りを目的にしたモノポリーのように、伝統的な分類が当てはまらない新たなゲームが次々と登場している。定期的に大会が開催されてきた伝統的、ボードゲームとしては、バックギャモン、チェッカー、チェス、シャンチー、将棋、囲碁、 オセロ、レンジュなどがある。このうち、ワールドマインドスポーツゲームズでは、チェッカー、チェス、シャンチー、イゴの4つのボードゲームが採用され、マインドスポーツオリンピアードのデカメタロンでは、バックヤモン、チェッカー、チェス、イゴ、オセロの5つのボードゲームが採用された。一般的なボードゲームでは、ボード上にすべての情報が表示されていることから大抵は、ゲーム理論における、 完全情報ゲームに該当し、中でも伝統的なボードゲームは二人例、和有限確定完全情報ゲームに該当するものが多い。ただし、例外として競争ゲームはサイコロを使うため通常は確定の条件を満たさない。セネトをするネフェルタリ四百八十年に東ローマ帝国皇帝ゼノンが狂じた時の版の記録ボードゲームの歴史は遺跡の発掘品によって少なくとも 紀元前3000年以前まで遡ると推定されている。最古のボードゲームは競争ゲームであったと考えられている。これまでに発掘されている中で最古のボードゲームは紀元前3500年頃及び紀元前3100年頃の古代エジプトの遺跡から発見された競争ゲームのセネトである。セネトに類似するゲームはその後も世界各地で見つかっており、 紀元前3000年頃の現在のイラン南東部の都市 EN、シャー、イースクテの遺跡からも発掘されているほか、中国では創陸、日本ではバンスゴロックという名前で伝わり、日本では人々のあまりの熱中ぶりに権力者がプレーを禁止したほどだったという。セネとは東ローマ帝国でタブラとなり、イギリスでバックギャモンと呼ばれるようになったと考えられている。 古代エジプトのメヘンまた古代エジプトの遺跡からは、セネトの他にメヘンという神話的蛇神の形をした、ボードを用いるゲームが発掘されている。古代シュメールのウルの遺跡で見つかった、ロイヤル、ゲームオブ・ユアー。古代メソポタミアでは、紀元前2600年頃の都市国家ウルの遺跡から、競争ゲームの20のマス目の番が発見されている。アメリカ大陸で古くから遊ばれてきたのは、 競争ゲームのパトリである。パトリはアステカでプレイされていたが、それ以前のテオティワカンやマヤでも同様のゲームと思われる版の跡が残る。このゲームはスペインによる征服によって姿を消したとされているが、プルックとの関連も指摘されている。中東では10世紀頃にアルカーキーと呼ばれるゲームがプレイされており、これが各地で姿を変えてドラフッツとなったとされる。また、 リバー氏はイギリス式チェッカーが発祥とも言われる。古代イギリシアのボードゲームをする兵士、テンプル騎士団とチェス捕獲ゲームの初期のものとしては、古代インドのチャトランガがある。チャトランガは6世紀頃には、すでにあったとされており、チャトランガが世界各地に伝わって、駒の種類等が変化していき、西欧のチェス、中国のシャンチー、日本の将棋などが成立したと考えられている。 北欧の古いゲーム北欧では、バイキングの間で5世紀の初め頃からタフルと呼ばれるゲームが遊ばれるようになった。これは、二人のプレイヤーが攻める側と逃げる側に分かれて、攻める側は相手の方位、逃げる側は脱出を目指すという非対称のゲームである。後に狐をモチーフにするようになり、狐とガチョウになったと考えられている。また、アイルランドでは、 フィドヘルというゲームが伝承に残されており、プレイ方法は不明であるが、タフルのバリエーションの一つではないかとも言われている。こう打つ、女性古代中国では、春秋時代に包囲ゲームの囲碁が生まれたと考えられている。囲碁用具を使った遊びの中から五目並べが生まれ、これを整備してレンジが作られた。また、オセロは、囲碁が発祥との説もある。こうして、 いくつかの古代ゲームが各地で発展して様々な伝統ゲームが生まれていった。20世紀に入るとボードゲームは新たな展開を見せる。軍事作戦や会社の経営などの出来事を盤上で細かく再現したモノポリーなどのシミュレーションゲームが盛んに遊ばれるようになった。その後は、いわゆるユーロゲームなど従来の伝統ゲームの枠にとらわれないゲームが 次々と考案されている。伝統ゲームと現代ゲームの区別は明確ではない。ここでは便宜上、19世紀末までに誕生し、現在もプレイされているゲームを伝統ゲームとして、列記する。すでにプレイされていないゲームは、歴史の項を参照。競争ゲーム、捕獲ゲーム、包囲ゲーム、配列ゲームマンから便宜上、ここでは20世紀以降に考案されたものを挙げる。ありがとうございます。